おはようございます。こんにちは。こんばんは。まなでございます。それでは今回も、必死マインクラフト。何回死んでも諦めない必死マインクラフト。パート2ですね。前回死んでしまったんで今回パート2。1日目やっていきます。んじゃあ、必死マインクラフト。ワールド作成。今回は、ちょっとテクスチャー入れてます。まあ一般的には影モッドでよく使われるテクスチャーなのかな。うん。水が、ごめん、ゲップ出た。失礼。多分カットしない。マインクラフト、オッケー、設定は男性できます。はい、名前はね、もう決めてあります。前回もそうだったんですが、前回も触れなかったんですが、今回も、草深木でいきます。草深木、オッケー、次行こう。オッケー、はい、完了。あ、そうそう、こんな感じ。ちょっと可愛いでしょあれこんなんだっけまあいいや。はい。こういうテクスチャー入れてます。ちょっと可愛いでしょ何回死んでも諦めない。必死マインクラフト。なんだってはい。失礼しました。PC の調子が悪いのかな？なんでだろう。なんか、なかなか、なんて言うんだろう。ちょっと重たかったのかわかんないけど、調子悪くて、あれです。まあ、落ちちゃったりしたんですけど、FPS は高かったのかな？ 100 くらい下げておくか。どうしていけばこれ OK で。こんな感じでいいかな。多分これでいけると思います。はい、じゃあ、なんだっけ。なんだっけ。では、ひっくらやっていきます。必死マインクラフト。今回もね、前回とね、だいたい同じ感じですね。まずはね、村を探す、とこも、からかな。ちなみに木こり持って入れてます。まあ、前回というか、サバイバルクラフトでも入れてたんだけどね。いやね、なんか、PC の調子が悪くてね、なんか、なんて言うんだろう。ついにはね、マインクラフトのオンラインになる画面あるんですけど、その画面にもしたらなんか、たどり着かなくなってから、なったから、もう一回なんか、リセットというか、電源を切って、まあ、何分か置いてたら、なんかね、なんとなく、なんとか治りました。いや、怖いなぁ。もう急に来るからさ、なんかそういうのなんか、バグじゃないけど、故障みたいな感じが、怖いなぁ。もう15個もある、やった。あとは、こっちの赤いキノコ取って、木立ったら取ったらもうあれやん。食料困らんやん、こんなキノコあれば。とかなんでこ、そういえばさ、キノコバイオーム以外にもこれ生えるんやね。このキノコ、でっかいキノコ。知らんかった。こういうんって何バイオームって言うんかな。1.7.10 でもあるってことは、何やろう。わからん。わかんねえや。よいしょ。必死マインクラフトね、パート1あげたんだけど、そこまでね、再生回数なかったね。もうちょっといくかと思ったけど、1週間で500くらいいくかと思ったけど、そんなになかったね。目標は、1ヶ月で1000。1000再生はいってほしいですね。ぐらいいかないと、ちょっとやる気が、主のやる気が、ちょっと、いや、編集してるときはね、すんごい楽しいんだよね、やっぱ動画って。で、まぁ、1日経ったらまた見て、で、ダークウォークなんだ、こう。で、見直して、みたいな。やっぱね、動画を見直す時間がね、一番好きかな、自分の中では。必死マインクラフトって、自分で、面白いと思ったからね、もう、本当に。笑ったから。これ雑だなーっていう風で笑ったから。よし。とりあえず昨日の作っておけば、これ木こりもとあるから、バーン行くから、バーンとほら、バーン行くから。ここさ、めちゃくちゃいいんじゃないだって。こんだけ木が束ねて当たってくれたらさ、めちゃくちゃ天気、もうすでに1スタックあるんだけど、1スタック、これで多分2スタック行って、これで3スタックマックスになっ
て、これで4スタック。キコリもっとやべえ。他にもね、一括、なんかある。一括でね、壊せる、ブロックを壊せる、もっと入れてみたいと思ってるんですけど、何がいいのかわかんないから、わかんないですよ。だから、わかんないんで、ぜひおすすめのがあれば、教えてほしいなとか思ってます。本当にそういうの全然わかんないんで。何がいいのかな？キコリモッドぐらいしか知らないんだよね。なんか、あとなんか、なんていうの？鉱石？石炭とかがなんか、まとめて取れるやつみたいなのがあるらしいから、それも入れてみたいなとか思ってます。ここなんか良さげやね、でも結構。いや、もう前回さ、メサバイオームから始まるっていうのはちょっと悪意あるよね。あれは悪意あったよね、ちょっと。だってメサバイオームってさ、木がないからさ、まず初期アイテムも作れないからさ、もう、鬼畜ゲーになるから急に。壊しづらいな。よいしょ。もういいや。さあ、まあ、とりあえず1日目はね、嘘ー、早くね？湧くの早くね？だってまだ夜来てないよ、だって。嘘夜来てないよ、まだ。だって、このワールド作ってまだ夜来てないよ。そんなすぐ湧くんだ。知らなかったわ。ダークウォークのとこでそんなすぐ湧くんだ。おぉ、ラクダいっぱいいるじゃん。確かラクダの肉って食えたよな。でもまあ、キノコスープいっぱい作れるから今んとこはいいかな。もうちょっと白いキノコ集めてもよかったけど。まあ、とりあえずこんだけあれば、十分ですかね。これ砂漠かと思ったら結構ちっちゃいんかな、もしかして。砂漠来た理由としては、やっぱり砂漠に来ると、ピラミッドもあるし、村もある可能性があるから、やっぱり結構いいかな。でも夜がね、怖いんだよね、砂漠は。モンスター湧き放題だからね。あ、なんかある。何あれ？あ、ラッキーボックスだ！ラッタ、やった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 超嬉しい！ラッキーボックスだ！この、必死マインクラフトで初めてのラッキーボックスで、じゃあ壊します。ルル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 ルー嘘だろ！これで、え？ラッキーボックスには、ベリーラッキーボックスとアンラッキーボックスがありまして、アンラッキーボックスを壊してしまうと、ほぼ 99% 死にます。で、さっき多分壊したのが、アンラッキーボックスで今回死んでしまいました。すみません今回、ほんまにすみません。まあでも何回死んでも諦めないからね。てかすごいなパート1死んでパート2でも死ぬんか。この先のなんかもう、不安やわ。じゃあ今回は、この辺で終わります。本当にすみません。次回もね、ただパート1から始めます。パターンじゃないわ。1日目から始めます。じゃあ今回はこの辺で終わります。じゃあワールド削除してゲームオーバーしたんで。次回の、何回死んでも諦めない必死マインクラフトでお会いしましょう。じゃあ、バイチャー。バイチャー。バイチャー。